ボラースハウゼンは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ゲッティンゲン群に属す町村、マチソンでザムトゲマインでギーボルデハウゼンを構成する、マチソンの一つである。自治体としてのボラースハウゼンは、ボラースハウゼンとエルビンゲンの二つの集落からなり、ギーボルデハウゼンを、本部所在地とするザムトゲマインでギーボルデハウゼンに属している。ボラースハウゼンは、ハルツ山地の先山地方に位置し、 南をアイヒスフェルト地方と接している。隣接するルームシュプリンゲで湧き出したルーム川が南の町境を成している。ボラースハウゼンは長い歴史を有している。それは地名学研究から推測される。ボラースハウゼンはゴビニハウゼンを有していることから中世初期、すなわち10世紀以前に建設されたと考えられるが、その創設初期の歴史について伝承は残されていない。 ボォルダースハセン村、すなわち、騎士のディートリヒ・クラーベホン・ボルダース風ンが、初めて文献に記録されたのは1241年であった。1200年直後には、聖望の高いオステローデ家一門の文家が、ボラースハウゼンにその拠点を移し、その騎士家が中世の習慣に則っ,って、拠点とした村の名前を加名として転用したと、考えられる。ボルダース風家の統治は、 1387年に一門のヘルマンがボラーソハウゼンのマリエン教会に対する被護権をペールデ修道院に寄贈したことで集結した。ペールデ修道院の修道士はその見返りとして一門のために大願の祈りとみさを取り行い、ヘルマンフォン・ボルダース風前とその一族の魂が煉獄の炎の前でも平静を保つよう祈った。14世紀後期から1932年まで、 ボラースハウゼンの歴史は、この集落の発展に、重要な足跡を残したミンニメローデ家とは価値がたく、結びついている。ニーダーザク先週州の自治体再編に伴い、ボラースハウゼンは1973年1月1日に、ゲッティンゲン軍に編入された。ボラースハウゼンは1992年に750年祭を祝った。ボラースハウゼンの町議会は7議席からなる。ズンガラ、 金似に、立ち上がり、赤い爪や舌で威嚇する黒い狼。その右前肢に青く輝く釣り針を握っている。狼は、ボルダースハウゼン家の紋章に由来するものであり、地名の最初部分を踏まえた地口になっている。五つのギザギザがある釣り針は、ミンニゲローデ家の紋章に由来する。1398年、グリューベンハーゲンコーフリードリヒは、 ボラースハウゼンの霊園に関する類代のフェーデで,で、公の利権が守られたことについて、騎士のミンニゲローデ家に感謝の意を示している。ミンニゲローデ家は長年にわたってその居城である、ボッケルンハーゲンのアラーブルク城からこの村を、行政上、経済上を管理していた。彼らがボラースハウゼンに滞在する際には、おそらく13世紀の初めに、ボルダース風前騎士家が建造した。 領主館を利用していた。ルーメカワカ流にあった、この貴族の館は後に消失した。1601年にこの騎士領全域の唯一の所有者となった、ヨハン・フォン・ミンニゲローでは、ボラースハウゼンに定住した最初の領主となった。彼は1603年に新たに豪華な領主館を建造した。この城は広い堀で囲まれ、 その上に掛けられた羽根橋を通って、城に出入りするようになっていた。石造りの誓いとは、対照的に、上階は木組建築で建設され、南翼には消灯を伴う三つの張り出し部があった。先日のヨハンフォンミンニゲローでは1604年7月16日に、ドロテアフォンハンシュタインと結婚した。この結婚に伴ってドロテアは少なからぬ財産を持参し、 夫の建設計画が勢いづくことを支援した。ヨハンは聖マリエン教会を拡張し、1605年に牧師館を建設した。さらにボラースハウゼンの教会は、この気前の良い夫人のおかげで素晴らしい宝物を得ることができたのである。1611年にヨハンが亡くなった後、ドロター夫人とその3人の子供は1627年までこの領主館に住んだ。 その後、30年戦争の混乱を前にオステローデへ逃れた。ボラースハウゼンは、周辺の他の村と同様に戦争に苦しんだ。カトリック軍は、特に村での戦闘の最終週に、これを占領し、家畜や他のものを盗み、プロテスタント系住民を脅し、射殺し、あるいは冷酷に痛めつけた。最終的に一部が廃墟となった村には、住民がいなくなり、 農耕や牧畜は沈退した。その後、甚大な被害を受けた村の再興が、オスターローでの宮廷の保護下で始まった。1647年、ハンスフォンミンニゲローでは、母親のドロテアや、兄弟の死後、ボラースハウゼンの医療相続人として、村に戻った。その後、数年間村を留守にした後、1666年から復興が始まった。 1676年にハンスフォン・ミンニゲローデが亡くなり、その息子、ゲオルク・フリードリヒも1677年にわずか27歳で、後を追い、ほぼ300年間にわたった、この一門の直接相続が断絶した。長く続いた相続争いの後、ヨハンの兄弟、ハンス・カスパー・フォン・ミンニゲローデの彦にあたるルートビヒフォン・ミンニゲローデが対抗者と和解し、 ボラースハウゼンの所要を手に入れた。この間に城は激しく荒廃し、そのため新たな所有者は、現在のメインストリート沿いの高台にあった古い騎士の館を取り壊した。ルートビヒはこれに変えて、1732年から1735年に、そのやや南側の湿地に、現在の水城を建設した。土台を安定にするために大きな木の柱が打ち込まれ、 このため新しい建物は膨大な建築費を要した。この水木はその後の世紀を簡素な美しさや優雅さを損なうことなく切り抜けた。民逃げーでけ一門の末裔は存続し、1932年にその広大な土地や財産を他人の手に渡り、現在も元来の堂々とした印象を呈している。この建物は少年保護歩道施設として利用された後、 やがて大部分が空になり、売りに出されている。かつてのウォールダー州村の礼拝堂は、1387年に、初めて文献に記録されている。ウォルダース風前騎士会一門は、ベールデ修道院に、ボラースハウゼン礼拝堂の庇護権を寄贈した。この礼拝堂は、聖母マリアに捧げられた。1398年に、ミンニゲローデ家が、この庇護権を引き受けた。 宗教改革の時代、アイヒスフェルトのルーメ川南部地区がグリューベンハーゲン市教区に属していたのに対して、1533年から1543年の間にプロテスタントの信仰があるふした。1610年から1611年にヨハンフォン、ミンニゲローデの下でのもとで内人室が造営され、その地下に病所が設けられた。 この他に木製角天井が華麗な絵画と共にしつらえられており、この種のものとして珍しい芸術作品である。その後この教会はさらに芸術作品で飾られていった。古い部分はゴシック時代のものが残されている祭壇には東方山博士のイエス礼拝が描かれている。1614年の名はドロテアフォンミンニゲローデをパトロンとしてその名を記している。 ルネサンス様式の再色された木製の説教団は、ハンス・チンマーマン・フォン・リヒテンフェルスにより1619年に建造された。説教団の多角形の台座中央には、世界の王としてのイエスが4人の福音視野によって、額に入れられた形で描かれている。ドロテア・フォン・ミン・ニゲローでは、1611年に、亡くなった夫・ヨハン・フォン・ミン・ニゲローでのために1616 16年に、 イタリアの黒大理石と白いアラバスターで作られた、防碑を内陣室左壁に設置した。30年戦争は建設工事の継続を阻んだ。1675年からやっと息子のハンスフォン、ミンニゲローデによって、後には子孫のゲオルク・フリードリヒフォンミンニゲローデによって、工事が継続されることになった。新井氏によって、中道と塔が建設された。 塔の下のボールとはこの一族の新しい描所として建設され、1802年までその目的に使われた。やがて墓所の遺骨は移し替えられた。内陣の右壁には、この教会が完成した時の当主、ゲオルク・フリードリ・ヒホン・ミンニゲローでの文章が配置されている。災害室に浮かぶ1730年の洗礼の天主も目を引く。 壮麗な二段で鍵盤のオルガンは1851年に、ヘルツベルクのオルガン製作者、ヨハン・エエン・エルハルトによって製作されたもので、2000年に完全に解体修理された。祭壇の上飾り、説教団、宣令の天使も2001年に修理された。ボラースハウゼンはいくつかの修道で、ゲッティンゲンからハルツベルク・アムハルツへの連邦道、B27 号線や、 ノルトハイムからドゥーダーシュタットへの連邦道 B247 号線に接続する。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。